仕事です。ケルソ行ってきます。40キロ頑張ります。集中していきます。もう本当に最近ねマジでできてないから、今日こそマジでやります。今日こそ30キロ以上走ります。頑張ります。もう言うことはないですね。行ってきます。マジでもうなんか距離走に対して苦手意識しかもうなくなってきてるんで、集中してやっていきたいと思います。こなすことだけを考えます。頑張っていきます。特に何もない。ベイパーフライ、まあ本気のベイパーフライできます。もうきつい。なんかやる気が起きない。最近こなせなさすぎて。もう行こう、サクッと行こう。 OK 行こう。今15キロ終了。キロ4ペースですね。ちょっと集中力を切らさず頑張りたいと思います。さすがにそろそろ40キロこなしておきたいなというところもあるんで、頑張ります。こうやってねサロモンのバッグを使ってるんで、こういうペットボトルも楽々持ち運びます。今90分あります。ちょっと今日はしっかりこなしたいんでジェル取っていきます。アミノサウルスのエナジージェルいただきます。撮影しながら難しいぜ。さあ、うまっ。あと半分、頑張ります。ふぅ、これは38、30で取るのはきつかった。あと2キロ、あと2キロ頑張ります。40キロ走終了後にお会いしましょう。いやー、なかなかまたも熱中症脱水症状になってしまい、乾燥はしたはしたものの脱水症状になってしまい撃沈したというような動画になりました。まあただね、この今日上げた動画なんですけど、昨日投稿したものより前に走ったものなので、今回の動画を受けてちょっとさすがに最近距離走で腹痛、まあ、脱水症状による腹痛があったりと、まあ、なかなか走れないなということで、昨日上げた動画となります。時系列がですね、ちょっと動画の投稿上前後しちゃってるんですけど、一応流れとしては今日の動画を受けての昨日の動画となります。なので実際まだ水分の効果というか、あれは水分をしっかり取るようにする前の練習になってるので、ちょっとね前後しちゃってややこしいんですけど、一応、取り組んだ練習は動画として残していきたいなというところで、ちょっとややこしくはなるけど、こう動画こう投稿がこう前後してしまってはいるんですけど、動画として取り組む内容については投稿していきたいというところで今回また投稿しております。何度もちょっとね、何度も言うようなんですけど、この動画を受けての昨日の動画の水分補給大事だよねっていう話になるので、次40キロ走というか距離走やるのは
ちょっとね空いちゃうんですけども、まあ次距離走やるときにはしっかり、まあ、水分補給のいい結果が現れてくれるんじゃないかなと個人的には思っております。ということで、本来だったらもっとねちゃんと動画撮ってVlog 形式なので撮らないとなとは思ってたんですけど、いかんせんねちょっとねきつすぎて動画撮れてなくて、今こう後日談になっているんですけど、まあその一つ言えるのはやっぱり水分補給に関してはやっぱ大事だよねっていう話は昨日したんですけど、まあそれとプラスして、まあロング走においては引き際は大事だよなっていうのもなんとなく思いました。結局ね僕36キロぐらいからもう耐えきれないぐらい、なんか頭がぼーっとしだすんですよね、先になんか意識朦朧としだすというか、僕はねこれを悟りを開くとね勝手に言ってるんですけど、なんかねこう頭がねぼーっとしだして、まあ単純に多分脱水症状により頭がぼーっとしてるというような感じなんですけど、36キロぐらいで来て、でもせっかくだし、まああと4キロだしこなしたイメージも持ちたいなと思って、あと4キロヘロヘロになりながら頑張ったわけですよ。そっからね結構耐えきれないぐらいの腹痛が来たりとかして、まあ何度かトイレに駆け込んだりしながらも、何度か40キロ完走したわけなんですけど、まあなんだろうな、結局ね、まあ、36キロとかでやめておけば多分ね動画みたいに寝込むほどきつくはならなかったんじゃないかなと個人的には思うんですよ。第一段階というか初期段階の段階でもうやめ中断しておけば多分そこまで寝込むことにはならなかっただろうし、まあその日夜も本来だったら作業することがあったんですけどできずにもう寝込んでしまって一日無駄にしてしまったんですけど、まあそういったことも含めてやっぱ引き際大事だなと思うのと、トレーニングにおいてもですね、やっぱりね終わった時に悪いイメージで終わっちゃうとなんかあんまり良くないなと思ってて、なんて言うんだろう、こう今すごく距離走40キロやった3回40キロやったのかなってところで、まあ全ての距離走において走り終わった後に脱水症状の症状が出て頭痛とか腹痛とか吐き気が来てるというところで、言ったら失敗とまでは言わないけどいいイメージでは追われてないんですよ距離走で。なのでもう僕の今の心境としては40キロ走をやるっていうのがすごく怖くて、必要な練習だからやるんだけどまた終わった後はきっと腹痛吐き気に襲われてしんどい思いするんだろうなみたいな感じになっちゃってるんですよ。まあ、悪いイメージがついてるっていうのかな、もう本当にねしんどくて、その悪いイメージを持ってしまってるがゆえにこう距離走に対してこう億劫なイメージというかネガティブなイメージしかないっていうので、この状態でいくときっとマラソン絶対走れないので、まあ、早いとこね払拭しないとなと、ポジティブにロング走終われるようにしないとなと思っております。学ぶことというか、まあ、僕のこのせっかくならねこう皆さんにも有益な情報を、まあ、僕の経験談としてお話しできればなと思うので、まずはやっぱり脱水症状にならないように普段から水分補給を心がけると、まあ、これは先日の動画で言った通りなんですけど、まあ、それプラス悪いイメージで終わらせるような頑張ったような練習では余計に恐怖心を生んでしまうので、しっかりポジティブに終われるようにする、引き際を大事にするっていうのも大事になってくるかなと思います。というところでですね、今日の動画は締めたいなと思います。次距離走しっかりいいイメージで終われるようにしたいなと思っているところですが、いかんせんねこう最近やっぱ一人でやってるっていうのもあって気合が入らないところもあるので、ちょっともう一回ね気持ちを入れ直してやりたいなと思います。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。